おぉめっちゃうまそうな匂いしてる。最高です。超龍神お兄さん、キヨシです。はい、ということでですね、昨日ね、ケンタッキーさんとコラボしてライブやったんですけど、大量にいただきまして、今回はですね、別に案件とかじゃないんで、ケンタッキー以外でも、他のフライドチキンでも、ちょっとできるんはできるんですけど、フライドチキンをですね、最高に美味しく食べるやり方、皆さん知ってますか？一番最高に食べるのは、そのまま食うことでもあるんですけども、炊き込みご飯にすると、最高にうまいんですよ。僕、かなりやったんですよ、このケンタッキーで炊き込みご飯っていうの。一番うまい方法を私見つけました。最高のフライドチキンで作る炊き込みピラフやっていきたいと思います。ランランルー、リュウジのバズレシピ。今回の材料説明いきたいと思います。まずケンタッキーフライドチキンです。まあ、余ったやつでいいです。あの食べてなんか、まあ、3ピースぐらい余ったら、3ピースぐらい余ったらいい。あのいつもね残りがちなのこいつね、ドラムっていう部分、これ余るじゃないですか。キールは多分ささみの部分なんですけども、まあ、これサイかな。はい、リブとキールとドラムあたりが余りやすいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、今回はサイとあのキール と、ドラムの部分をね、この3つ、玉ねぎが、2分の1個、120g ぐらいで、ニンニクが2かけ、バターが 20g、 そしてお米が2合、こちらの材料でやっていきたい。なんか調子に乗って買うんでしょ、これ。一足先にクリスマスといきましょうか。まず白ワインいただきます。クリスマスが今年もやってくる、悲しかった出来事を消し去っていきます。乾杯。ああ、全て消し去られていきます。ということでやっていきたいと思います。だってまだ11月なのに、なんかデパートとかなんかクリスマスソング流れてる。じゃあこの玉ねぎを切り刻んでいきます。エクスピアリのイルミネーション見に行くでしょ。違うの。これもともと炊き込みご飯なんですけども、ピラフとして作ってるんで、ピラフにするレシピってあんまり見かけなかったんで、今回はチキン、このねフライドチキンってやっぱりかなり酵素が入ってる、ピラフすごい合うんですよ。お水です。じゃあこれでね、あのニンニクをあのみじん切りにいっていきましたね。あの米2合分、はい、洗ってない米でございますけども、ピラフなんで そんなにあのガーッと洗わなくていいんで、軽く洗っていきます。はい、ということで洗ってきました。洗ったらここに水を入れます。水を、この線まで入れていいです。線まで2合入れたから2合の線ですよ。ここかなり結構多めなんですけど入れちゃいます。はい、玉ねぎと炊き込むとね、かなりピラフ感が出ますからね。香りと甘みがつきますからね。でここに、ニンニクです。ニンニクも、パンチのある香りがつきます。これはね、小さじ1と1/3、これぐらい、はい、細めで混ぜて。ケンタッキーが一番ほろっとして美味しいんですけど、まあ、なければ骨付きのね、スーパーで売ってるやつとかでもいいですし、コンビニのフライドチキンとかでもできなくはないです。バターをバターっと入れます。はい、炊飯器に入れまして、でこのまま蓋を閉めて炊飯。僕の、炊飯器で50分なので、50分後にお会いしましょう。皆さんハッピークリスマス。はい、ということでですね、炊き上がりました。この日をどれだけ待ったか。箱の中身は何でしょうな。おお、めっちゃうまそうな匂いしてる。これ見てください。これもうめちゃくちゃいい感じで炊き上がって、いいシャンプーなんですけども、これをどうするかっていうと、こういうことなんですよ。はい、こういうこと、崩していくんですね。で骨はどうするかっていうと、崩した後に取っていくんですね。軟骨とかちょっと入ってても美味しいですから、この部分のこの骨とかもお肉をなるべく削ぎ落として。炊飯器で炊いてるから骨のね、周りの肉すごい柔らかくなってますんで、骨だけ取っていくんですよ。これうまいっすよね。最高でーす。発掘です。これは味見してください。ケンタッキーと混ぜてるから、ケンタッキーの衣の味もあるんですけど、ちょっと足りなかったりもするんで、ブラックペッパー、そして
お塩がね、大体今の感じだと小さじ4分の1ぐらい、だから2つまみぐらいだね。これぐらいやれば大丈夫。なんか他のご飯とか他のおかずとかで食べるときはちょっと薄めにしていただいてもいいですし。これですよ皆さん。はい、これで完成なんで、ご飯持ってきます。チキンがホロホロなんだよ、このチキン野郎が。すっごい匂いしてる。うん、最高ですね。で、ここでちょっと鶏肉も上にトッピングしたい。ここで、これで結局思ってる3倍の黒胡椒になりますね。パセリパセリパセリで、はい、悪魔のケンタッキーチキンフライドポテト完成です。はい、じゃあ出来上がりましたんで、ちょっとワイン飲んでいい？ワイン。はい、いただきます。香りやば。違った、ごめん、ハイボールだった。ペアリングを間違ってしまいました、すいません。ほらね、言ったじゃん。ベースはコンソメでやってるんですけど、ケンタッキーの味がめっちゃ反映されてる。このスパイス感がいいですね。バターの香りもふわっと香って、何よりねしゃもじで裂いたお肉が柔らかい。実を言うとケンタッキーフライドチキン昨日のやつなんですよ。昨日のやつでこんなうまいのっていう感じになります。タバスコです。これをかけてサイアンドコーですね。徹夜イエーイ。いただきます。いただきます。うわ、これマジ飲めるね。ニンニク入れたの大正解。待ったチキンで作ってくださいって言ってるけど、このまんまチキンで作ってほしいくらい。買ってきてそのあったかいのぶち込んでもいい、全然。フライドチキンのこの衣がご飯に絡まってんのがうめえ気がする。ケンタッキーどうしよっかみたいな話になって、使っちゃった方がいいんじゃないみたいな話になってやったんすけど、最高でしょ。とりあえずカメラ止めてもらう。お疲れ様でした。はい、クリスマスが今年もやってくる、楽しかった出来事を消し去るように、楽しかった思い出を消し去るんじゃない？悲しかった出来事を消し去るようにっていうのが、ああそうだよ、ね、正しい歌詞。そうだよね。だってクリスマスってクリスマスって大体まあ楽しいもんだもんね。クリスマスが今年もやってくる、楽しかった出来事を消し去るように。歌詞違う。悲しかった出来事を消し去って、お楽しいものだけが残るっていう意味合いで歌われてる。ああ、だから楽しかった、悲しかった。悲しかった出来事。悲しかったんだけど。楽しかった出来事って言ってる。あ、そうなの。楽しかった。だからこれを食べれば悲しかった出来事も消え去るって言われてる。